ある朝、僕のところに差出人不明の小さな小包が届いた。で、僕はそれを開けてみた。おかしなものが入っていた。同封してある手紙にはこう書いてあった。親愛なる K 君、君に私のサボテンを送ります。このサボテンはインディアンの国から取り寄せ、私の庭の温室で育てたとっても変わったサボテンです。どこが変わっているか、それは君がこのサボテンを食べてみればわかります。私の貴重なサボテンを無駄になさらないことを祈っています。サボテン？これが？一本のトゲもないじゃないか。まん丸くもないし、細長くもないし、嫌に平ったくてペターンとしているんだ。百貨店の屋上で売っているサボテンの中には確かにこんなものは見た覚えはないよな。これがサボテンだとすると、確かに変わったサボテンだ。その上こいつを食べろってのか？冗談じゃない。薄っ気味悪い、こんなものが食べられるもんか。僕は誰かの悪い冗談だと思って、そのまんまサボテンを机の上に放り出して忘れてしまっていた。その夜、僕は腹を立てて帰ってきた。というのも、髪の毛の長いあの子が僕が毛糸の白いマフラーを巻いていかなかったことでブツブツ文句を言った。その日僕は身長のスーツを着て行ったんだ。パリッとした身長のスーツの上に毛糸のマフラーなんてできやしないじゃないか。今日の僕たちはちっとも仲良くなかった。だけどやっぱり白いマフラーをしていかなかった僕が悪かったのかなと思ったんで、あの子にごめんなさいねって手紙を書こうと思った。あの子だってきっと今頃僕にごめんなさいって手紙を書いているに違いないんだから。僕は机の前に座った。と、あのサボテンが枯れもしないで青いまんま転がっているのが目に入った。サボテンを食べろか？悪い冗談だ。僕は手紙を書き始めたのだが、好きですという言葉は29回も書けたのに、ごめんなさいという言葉は一言も書けない。僕はペンを放り出した。するとまたあのサボテンが目についた。どこが変わっているか、それは食べてみればわかります。よせやい、サボテンを食べるなんて。食べてごらんなさい。でも本当に食べられるのかな。食べてみればわかります。お腹を壊すのがオチだろ。でもひょっとして。そうです、食べてください。ダメダメ、いくら物好きだからってサボテンを食うことはないよ。食べなければわかりません。でも本当に何か起これば面白いし、何も起こらなければそれはそれでいいじゃないか。食べてみれば。よし、食べてみなければわからないことだよね。そんなら食ってやるよ。まさか死ぬこともないだろう。僕は果物ナイフを持ってきて皮を剥き、輪切りにしてサボテンを食べた。その青臭いことと言ったら、僕は急いでコーヒーを入れて飲んだ。何も起こらないじゃないか。お腹が痛くなるわけでもないし、おかしくなるわけでもない。コーヒーを飲みながら、誰か知らない人の悪い冗談に引っかかったことに僕はまた腹が立ってきた。机の上には造花のバラが飾ってある。何の変わり映えもしないつまらない飾りだ。急にそのバラが美しく輝き出した。あれ？こんなに綺麗なバラだったかな。素敵だ。なんて綺麗なんだろう。これこそ世界で一番綺麗なバラだ。そうだ、これ以上のバラはない。
綺麗だ。水色のバラいっぱい、青い空、違う、海だ。まぶしいほど青い海だ。どこまでもどこまでも果てしない海だ。船出だ。白い小舟を操って僕は海を行くんだ。行くぞ。世界中の人たちが僕の行くのを待っているんだ。さあ、波を船を運べ。風を帆をはためかせろ。凍りついたステンドグラス、オーロラだ。美しい七色のオーロラが空一面に広がり、僕の船出のために歌っているんだ。オーロラの彼方、白い点、ずんずん大きくなってくる白い点、翼だ。白鳥かな。いくつもいくつも僕の白い船に舞い降りてくる。エンゼル、そう、エンゼルだ。天使たちは僕の船の友綱をくわえてキラキラ笑いながら飛ぶ。船は飛ぶ、白い船は飛ぶ。僕の背中にもちっぽけな翼が生えた。僕も飛ぶ。空だ、空だ。僕は天使だ。気がついたら僕は机の前にいた。飲みかけのコーヒー茶碗と薄汚れた造花のバラと書きかけの手紙が置いてある机。僕は白いマフラーを巻いてあの子のところへ飛んでいった。